嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。都市伝説のコーナー。イエーイ。以前さ、世界の変わった法律シリーズとかあったじゃないですか。あったね。今日はね、それに似たようなシリーズ。おー、世界の変わったスポーツ第7戦。おー、もうね、ツッコミどころありまくりなスポーツをね、7個持ってきました。クリケットとかじゃないっしょ。クリケットとかじゃね、もう話にならない。多分ね、もうみんな知らんと思う。まずそもそも、はい、それを紹介していきたいと思います。はい。それでは一つ目、画像を見せるんで、はい、みんな予想しようか。楽しい、楽しい、楽しい、こういうのよ。いいのいいんだよお前。マジかよ。エクサイトがすごい。エキサイト、エキサイト、三浦大知、三浦大知かっていう作り間違えてる。間違えてねえよお前。俺じゃねえ。第一問。やばいやばいやばい。これです。何これ。はい、これです。はい、これは何でしょうということ。何やってるでしょうということで。何これ。チェスしてる。お、いいですよ。チェスしてて、一個取られるたびに服を脱いでく。なるほど。おもろい。違いますね。あ、違うの。いや、待て待て、と見せかけて曲を聴いているぞ。お、あ、そうだね。これキーマンじゃないか。おー、お、じゃあ答え。はい、何でしょう。チェスボクシングです。何それ。チェスボクシング。チェスボクシングです、これ。あ、でもグローブしてるね。そう、グローブしてるでしょ。シャホやん。チェス4分間と、はい、ボクシング2分間です。これを1ラウンド1ラウンドで最大11ラウンドまで繰り返していって勝負するっていうスポーツです。アホや。これは、これはようわからんです。勝敗どう決まった。これ単純、もうチェスで負けたら負けだし。なんだよ、チェスやれよほんなら。ボクシングもやって、これで KO されたら負けだし。え、あ、どっちかで負けたら。そう、どっちかで負けたらもう負けです。なるほど。やりてえな、これ。これフランスで生まれました。1990年に生まれました。全然体絞れてへんしね。確かに。チェスやったら超デブやん。で、世界大会とかもあるんで。えぇ、日本ないのこれ。日本もありますよ。え、うん、意外とね、なんか規模がでかいです。2つ目、こちらです。何これ。こちらでございますと。なんだこれ。さあね、何を担いでいるんでしょうか。いやいや、もう人ですよ。女だよね。人担ぎマラソン、ね、ほぼ正解ですね。フルマラソンこれで。お、奥様担ぎレースです。奥様担ぎレースはい。奥様に何かぶせてんねん。フィンランドで生まれたの。フィンランドって昔ね、うん、結婚するときに隣の村から奥さんを担いで自分の村に連れて帰るっていう習慣があったらしくて、へー、これをもとにこのスポーツが作られたって言われています。あとはもう無視でいいですか。無視じゃないか、いろいろありますから。興味ないんで。興味ないんだ。3つ目、はい、はい、こちらです。これはちょっとね、スポーツっぽいですよね。クリケットじゃないです。わかった、ハリーポッターちょっと似てるね。クリッチ、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 正解。え、あんの現実に。クリッチです。ハリーポッターの映画に出てくるスポーツを実際にやってしまおうっていう正式なスポーツです。かわいい、すごい。アメリカで2005年に生まれました。ハリーポッター好きの大学生2人がこんなスポーツ実際だったらおもろいやんつって作った。いやいや、飛べないし、飛べないし、浅くね。もう、滑稽やし。こういうスポーツにも怪物とかいるんで。それがおもろい。その事実がおもろい。天才とか五郎丸とか多分いる。4つ目、はい、こちらです。あ、もうこんなん余裕や。これはやばい。魚砲が、マグロ投げ、うん、おー、正解。一言一句外さず正解。マグロ投げ、マグロ投げ、一言一句外したよ。ルールめっちゃシンプル。ハンマー投げの要領で、マグロを一番すっ飛ばしたやつが勝つ。アホらしいけど、歴史意外と古くて、1960年あるんですよ。え、でもマグロは何これ、同じ大きさなの。マグロはね、まあほぼ同じ大きさ。ほぼでしょ。これはね、種類決まってます。南マグロ限定。どれもいい。大きさ揃える。日本人とかも結構出てて、なんと2011年の大会、はい、室伏だよ。優勝者。あ、室伏ではないんです。室伏じゃない。余裕で優勝するほしいな、室伏。2011年の優勝者は日本人と。え、さらに驚くべきことに、この大会の準優勝者、はい、室伏。違います。違うんです。なんとタレントの照英さんです。これすごくない、すごくない、マジやばい、すごくない、これ。すげえ、一番おもろい人。最大記録が、37メートルですね。そんなもんしか飛ばない。うん、まあでも37メートルって結構すごいけどね。5つ目はちょっと画像だと分かりづらいので僕がジェスチャーして見せますね。はい、ジェスチャー。
はい、気持ち悪い人、気持ち悪い人じゃないです。気持ち悪い人じゃないです。それいつも午後3時にやってる。やってねえよ。これがヒントですね。これヒントよ。これヒント。これヒントです。何取って、何かを取ってる。ワギーズ乳搾りじゃないですか。正解はミミズ取りです。え？アメリカ、カナダ、イギリスで生まれたって言われてて、制限時間30分の間にどれだけミミズ取れるかって。長っ。それね、スポーツなの？これもちゃんとした世界大会やって、世界記録あります。世界記録な、なに、何ミリ？570。いやー、やばいでしょ。いけるなー。まあ大体の人はこう、地面の最初にこうバーって叩いてって、これで水を呼んでひたすら取っていく。そういうことか。だから、あー、最初こう出すんだ。スポーツでも何でもないけどね。6つ目がこちら。これはね、結構ね、なんか近代なスポーツっぽいけどね。揚げ足取り。違う違う。なんか揚げ足取ってる風に見えるけどね。これはカバディです。あ、カバディ、カバディ知ってるわ。やった大会よ、これ高校の時。え、マジ前の高校すげえな。カバディ推薦すな。インドで生まれたスポーツなんだけど、起源は古代からあるって言われて、ルールめっちゃ複雑なんだけど、めっちゃ簡単に言うよ。チーム戦の鬼ごっこみたいな。7対7に分かれるんだよ。で、この攻め側は1人、守ってる側はこう7人。この攻め側の1人が守ってる側の人をタッチして自分の陣地に戻ってくれれば、これ1ポイント獲得。自分の陣地にこう戻っていくのをこの7人が防いだら、こっちが1ポイントです。そう、だからカバディカバディっていうずっと言う。そうそう、オフェンス側はもうずっとカバディ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 って言い続けなければいけない。で、もしこれ言ってんのサボったら、相手側に1ポイント入るから。俺なんか見たことあるもん、あの映像でカバディ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 結構言うてんのよ。カバディ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 みたいな。え、教員も言ってた。これ言ってたよ。カバディ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 。やば。カバディっていう意味ですよね。いや、意味、これどういう意味なのかっていうと、カバーディフェンス。いや、違うな。あ、でもそういうことじゃないんだ。今いい感じだったから。これね、はい、特に意味はありません。なんだよ、そうでしょ。意味ない。腹立つ。決めろ、そういうちゃんと。特に意味ないんだけど、なんか古代からこの次が最後のスポーツなんだけれども、最後がもう一番意味わかんないです。おお、一番ふざけてんだ。それがこれです。はい。何何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 何だけやばい場所でアイロン掛けをできるかっていうのを競うスポーツ。で、これは1990年にイギリスで生まれたスポーツ。まあまあ昔やな。若者が考えたんだけど、なんでこんなスポーツ考えたんですかってインタビューした人がいて、うん、こう答えました。やべえ状況でこのアイロン掛けをして綺麗になった服を見るのがもうたまらない快感だと。変態やね。じゃあ今までこのスポーツでどんな場所でアイロンをかけたかっていうのをちょっと見てもらいましょう。やばいやばい、もう笑ってるわけですよ。自転車乗ってる。もう一発目で無理やん。無理やん。おもろ。水中とか、もうパラシュートの効果とか、すごい。うわ、すげえ。全然積もってなかったけど、もうアイロンかけるね。どうやったら優勝だったの？綺麗になったの、みんな快感なスポーツでしょ。びしょびしょになる。結構自由なんですね。そう、結構ね、スポーツの定義って意外と自由で、サッカーとか野球とか結構メジャーなスポーツになってるじゃないですか。こういう球技って全部最初は1個の球技だったって皆さん知ってました？え、知らないです。それすごい深い。フランスでね、12世紀でラシュールというスポーツがありました。このスポーツが球技の祖と言われております。このラシュール、どういうスポーツかっていうと、サッカーの手使っていい、道具使っていい、何でも使っていい、もう何でもありサッカーみたいな、これがフランスの貴族の間で親しまれていたと。これがやがてイギリスに発生していって、そっから野球だとかバレーだとかどんどん発生していったって言われてるわけです。すごいね。だから今日紹介したこのちょっと変わったスポーツでも、10年後100年後になったら当たり前のように行われているスポーツなのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。面白い。なんか途中から自分で作ってやろうみたいな感じになるじゃん、うん、あでもなんかちょっとしょうもねえなみたいな感じだったけど、最終的にはエクストリーム、あそこまでありなんだったらもうエクストリーム TKG 作る。いいね。あー、なるほどね。どんだけやめるか、どんだけやめるか、これ卵かけご飯作る。あー、いいね。やりたいやりたい。どんなのやろうかなって。
考えてたらもうエクストリームが何でもいい。何でもいい。海でやってほしいな。どれだけさ、もうあの周りの人々をさ、こうやり込めるか誘えるかみたいな。そういう感じ。だから僕ら45万人いますから。あエクストリーム TKG やってって言えば。ああ確かに。やりにくいスポーツ。そう、確かに。今日紹介したスポーツの都市伝説、面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビー。バイビー。エクストリーム。